はい、こんにちは。バーチャルマナです。はい、今日はですね、6月15日なんだけれども、えしんくん、今日は何の日だか知ってますか？知らない。知らない？うん。ああ、今日はね、千葉県民の日なんです。あ、千葉県民の日、ね、そうそうそう。だからえしんくんは小学校がお休みなんです。うん。つまり金土日と3連休なんだね。3連休おめでとう、よかったね、うん、うん。それでだ、うん、実はエシン君に内緒にしてたことがある、うん、また内緒にしてたこと内緒にしてたことがあるんだけど、これから海外に行きます、どこどこつえ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 タイ、タイはタイは台湾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 正解、台湾、台湾に行きたいと思います。じゃあこれから空港に向かいたいなと思います。ということで成田空港へ行ってきました。ここからですね、今回はキャセイパシフィック航空に乗って台北に行きたいなと思います。楽しみ、うん、ちょっと雨降ってるからね。はい、じゃあ行きましょう。はい、こんな飛行機です。すごい、すごい、あ、面白い。あ、うん、いいね。はい、到着しました。漢字だらけあそこが入国審査場みたいね、うん、で、この辺すごいね、すごい、すごい広いね。11年前ぐらいに来たことあるんだけど、うん、こんな感じじゃなかったよ。そうなの？うん、すごい綺麗になったと思う。はい、これからですね、MRT に乗って、うん、インカオテとこ行きます。はい、これですね、うん、まあ電車でね、高速電車みたいなやつです、うん、そうだね。まあ日本に似てる感じだね。そうだね、うん、はい、臨港到着しました。じゃあこれから三井行きましょう。じゃあこれから三井行くよ。はい、セガさんに来ました。はい、ここでね、しんくん、うん、ムッシュキングの動画撮りましょうね。はい、あ、ここに書いてある。あ、書いてあるね、うん、はい、ちゃんと感じになってるよ。ちなみにムッシュキングの動画はね、別途動画公開したいと思いますので、はい、楽しみにしててください。はい、ムッシュキングの撮影無事終わりました、うん、今からね、ちょっとご飯食べたいと思います、はい、こちらで小籠包、小籠包食べよう。はい、はい、ちょっと、はい、飲んでるコカ・コーラ見せてくださいよ。コカ・コーラって書いてあるね、うん、表のパッケージはどうですか。表のパッケージが、表のパッケージは、表はどうですか。じゃん、あ、これ人がいる。なんか台湾のアイドルの方かな、うん、かもしれないね。はい、小籠包来たよ。すごいいい匂い、ね、熱いからね、これ匂いで食べよう。嘘じゃん、海苔がついてる。海苔じゃない、これ。おー、いっぱい出てきた。美味しい、うん、うまい。はい、よかったよかった。はい、しんくん、ごちそうさま。お腹いっぱい。このね、モールはね、三井のアウトレットモールみたいなね、うん、なもんで、こうほら、しゃぶしゃぶ温野菜あるでしょ。他にもね、日本のお店いっぱいあるんだよ、うん、とんかつかつまさだって。これすごい、ね、そしてココイチなんかもありますね。ココイチあったね、すごいね。くら寿司もあるね。うん、このくら寿司は1個下の階にあるんですよ。こんな感じですね、うん、日本にあるようなあのクアイナとか、うん、こういうものもあるね。そうだね。あ、ほら、お好み焼きもある。お好み焼き、すごいね。はい、タクシーで移動中です。はい、これからホテルの方に向かいます。うん、はい、宿泊先のシェラタンやってきました。着いた、着いた。はい、今は夜の7時半ですね、うん、日本とは時差が1時間あるので8時半ですね、日本はね、はい、うん、はい、あ、ここだ、これ1070、ちょっ
じゃあ、しんくん負けられるかな。こうしてくるかな。しんくん開いた、開いた。あ、ここに刺してください、しんくん、ここに。はい、切る。あ、開いた。お、うわ、すっごい、あ、すごい、え、すごい、うわ、うわ、またえ、ベッドすごい、すっごい。キウイとオレンジ置いてある。え、ウェルカムフルーツがあるの。見てしまう。え、すごい、すごいお部屋だね。うわ、綺麗。外も見える。ソファーふかふか。おお、お風呂もすごい綺麗だよ。あ、綺麗だね。綺麗。よかったね。触るもちゃんとね。はい。体重計まで、うん。ここにね、2日間泊まりますよ。うん、で、明日は台湾 YouTuber の方とコラボです。楽しみだね。うん、はい。ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、ちょっと今回のおすすめ動画はいつもと混んでてますので、ぜひチェックしてみてください。うん、おすすめ動画もまた語りくらいします。厳しくね。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。